経営計画に盛られた目標というのはそれが生きるための条件である限り実績はどうであろうと変わるはずがないんですからそういうことですねそして目標より下回っていることは一体我が社が生き残る条件に対してどれだけまだ足りないかということを社長に警告してくれるこのような貴重な情報なのだから目標と実績はいかに離れようと これは修正してはいいけないです修正したならば、生きるための条件を、これを放棄したということになり、お客様の要求を全くつかめなくなってしまうと、こういうことになります。だから、そういうふうな間違った考え方にとらわれて、経営計画書なんか作ってるから、だから役に立たないとかい当たり前ですよ、全く間違ってる。 つまり経営計画というものに対しては、まるっきり思想がないんです。テクニックしかない、単なる数字の羅列ですよ。それで、目標と実績はあったほうがいいという、アホみたいな考え方がそこにあるだけ。事業の経営、いずこにありゃ、だからあくまでもこの生き残るための条件を考えるんだということ、これを忘れないでいただきたい。これについて、私の尊敬する名経営者の一人、 清水のスター精密のあの佐藤誠一あの方はどういうふうに考えているかあそこの会社には10年計画がありますで10年後のバランスシートが出来上がっているこういう会社ですねであの会社はかつては今でもやっておりますけれどもカメラとか時計のネジこれをやっていたこういうことですねそれを その会社がです、ね、にです、ね、大変なことが持ち上がったそれは何かというと時計のエレクトロニクス化ですよ時計が電子式に変わっていってしまうそうするとねネジがなくなってしまうんですよせいぜいリューズこの程度しかないなくなってしまうスターセミュについて大ピンチですよその大ピンチをスターセミュは見事に乗り切ってそれでラインプリンター コンピューターのラインプリンターのメーカー、こういうふうにです、ね、え見事な衣替えを実施してるで、それができたというのも、自分の会社の10年計画を作っており、そして世の中の動きをじーっと見ていたからだ、だからいち早く時計の電子化を察知して、何に変わるべきか、当然もう分かってますよね、そこでコンピューター部門に乗り出したと、こういうことになります、ね。 これ10年計画を,これを図で説明します。ここが出発点、これが10年後、10年間の,この計画を図で表しますと、我が社は10年間、常に2割の配当を継続しなくてはならない、こういうことです。2割配当を継続すると、これが必要な利益を出すための数字的な基礎になっております。そそしてそれは 晴れ込み資本金は月賞と同額という条件です。晴れ込み資本金が月賞と同額で、そして常に2割配当を継続するということです。そういうことですね。そうしますと、月賞と同額の経常利益を出すと、この条件が満たされるわけです。で、そのための利益というのは、これだけの利益が必要なんだ。 でこれに人件費がかかる、それに経費が上乗せされていく、こういうことになります、10年間こういうふうに、そうすると、これは何かというと、必要な付加価値です。 我が社で手に入れなくてはならない必要付加価値必要な付加価値はこれだけなんだまずこれが計算されるこれが我が社が2割配当を 維持しそして有料会社としてこのように存在するための条件だということですだこの条件はこれがですね実現できるかできないかということには関係ないんですとにかくこれ,がこれが我が社の条件なんですここでさて我が社の現在の事業我が社の現在の事業から我が社が手に入れられる付加価値を予測してみる そうすると、これが現在の事業から我が社が予測される、手に入れる我が社の予測される付加価値だという。 予測される付加価値、これが予測される付加価値だと、それは3年目ごろからそろそろ足りなくなってくる、そしてその必要付加価値と予測される付加価値の間はどん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 開いていく、損差が大きくなっていくで、現在の事業はもう今年からもう下り坂になっていく、こういう予測しさ。 さあそうしたならばどうしなくちゃならないか我が社が生き残るためにはこの不足する収益をどうするか不足付加価値をどうするかってことなんこういうふうにして何年も先の不足する収益を計算するそしてこれをどうやって補うかこういうふうに考えるわけですでそのためにはここからこういうふうな何かしら こういう収益を上げるための X1 というこういう事業あるいは商品を開発していかなくちゃならないそしてこれだけの付加価値を手に入れるんだとここからはさらに2番目の事業あるいは商品が必要になってくるさらにここからは X3 という3番目の事業が必要になってくるんだとこういうことなんですだから現在を起点にして3年後5年ないし6年後そして8年後に次々とこれくらいの付加価値を手に入れる我が社の事業を作り出していかなくてはならないんだとこうういですこういうことなんですね このように何年も先の不足する収益を現在において捉えてそしてこの収益を上げるための事業あるいは商品を何にするかこういうことを考えてるんですね。名経営者はこういうふうに考えるんです僕ら経営者は今月のことを考えているそして会社の中にじっと座っていてそして目の前でですね 仕事をしてる社員の荒探しはやってる社長っていうのはこのぐらい違うんですよ10年先を睨んでどうするかっていう考える優秀な社長はこうなんボンクラ社長は目の前の社員の今の動きについて文句言ってる社長っていうのはやっぱりピンからキリまであるもんですなこういうんですねじゃあこの X1X2X3 って何ですか 僕にも分からないいんだって言いましたそれれをこれから探すんだしかしそれにはまだ3年あるだからその3年の間に探すんだってこれが僕の仕事なんだっちゅうこれなんですよ社長というのはこういうふうに自分の会社が生き残る条件は何かをはっきりとつかみそして生き残る条件を実現するために社長は何をしなくてはならないかということをはっきりとつかんでいる。 社長というのは我が社の今年のことをやる人ではなくて我が社の将来のことを考え将来の収益のために動くのが社長の行動なんここですねまさに「命係者の面目」「役所たるものなら」「こういうことをやってるからだからこそ時計のエレクトロニクスかこれを見てすぐ」 これは我が社に大きな影響を及ぼすとこれに対してどういうふうにするんだということで,で、ね、いち早く手を打ってこれだったらもう早め早めに手を打ちますからだから危なげはないということですで私は愚問を発しましたでもこの通りいきますかいや絶対にこの通りいきません 行くはずがないんだしかしこれと実績との差はごくわずかだというのはもう常に今のことは5年前10年前に考えていたことを今実現されてるんですからねそして毎年毎年その軌道修正そしてやってきてる目標に対してずれとそれを修正してきてるんですねだからそのずれはごくわずかだだからその都度その都度ちょっと軌道修正をすればよろしいこういうことですね。 実績はちょっとこうちこうずれてきたそしたらこの差はごくわずかだからこれについてだけ手を打ちをやるしこれを上向かせる手を打つわけですなだから10年計画を作ってから私は非常に楽になりましたこうおっしゃっておりましたこういうことですよでこのお話をお伺いした時に私はそのスタッフ生物の社長室で午後いっぱいお二人で話をしておりました 半日間、犯行をもらいに来るやつもいなければ、指示を受けに来るやつもいない。うん、市倉さん、も今年のことは僕はもう3年前に手を打ってあるから、今年のことをやる必要ないんだってう、こうなんですよ。これ本当ですな。だから僕は3年後、5年後、10年後のことを考えてるんだ、今年のことなんか何やる必要があるのかと、とっくに住んでるんだってことです。こういうんですよ。 だから今年のことについて何にも指示を受けに来ないのは当たり前なんだもうすでに指示済みな3年前に指示済みだからこないってこういうんですよね私は完全なワンマン経営だ何一つ部下に任せないって言ってましたよどうですか社員は何も指示を受けに来ないまさに外見ではまさにですねこれ以上はない完全な権限以上の姿が 外見上はそこにあるしかし、中身は何も任せてないんです。で何もこれは社員の細かいことについてです、ね、ぐちゃ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 言ってるんはないです。このような10年計画があり、そしてこの会社のもう一つ3年計画がありました、それによって社長の方針、これが明確に示されている、だから社員はそれを見てやってるだけなんですよ。 じゃあその方針書はどうやって作ったんかワンマンで作ったのそういうことですねこれがワンマン経営の理想の姿がここにある理想のワンマン経営というのはこれは外部から見ると完全に権限移上しているように見えますこれが我が社の未来を築くというのはこういうことなんそして社長はまさに未来のことをやっていればよろしいということです それと同時に社長以外に我が社の未来を誰が考えてくれますかということです、ね、これを知らなければなりません。